ダサいところとか、見た目が年寄りの弁当みたいで嫌なんですよね。両親が営む店の弁当が、これでもかとけなされる。脱サラをして両親を支えるべく頑張る私は、得意先の若い女性社員の言葉に腹が立った。素朴って、それがダサいってことなんですけど。父のこだわりや母の献身を伝えても相手の心に響かない。最後は売り言葉に買い言葉で、得意先などいらないと大喧嘩になってしまった。私の勝手な気持ちで得意先を失い、両親には本当に申し訳ないと後悔したのだが、この度は申し訳ございませんでした。しかし後日、女性社員はまさかの人物の登場で自滅の道を進むことになったのだ。私の名前は片山みゆき。30歳で実家暮らしの独身。5年前、両親が開業したことをきっかけに実家に戻った。それまでは都内の金融機関に勤めていて、私はそのまま東京で生きていくつもりだった。その考えを変えたのは、両親の仕事に可能性を感じたから。かつて地元の有名旅館で板長を務めていた父が、定年を前に早期退職した。少しでも若いうちに始めておきたいと思ってな。父には働けるうちは働き続けたいという希望があった。勤め先にも再雇用制度はあったが、可能な限りバリバリと。現役の感覚で仕事をしたいという願望も強かった。お弁当屋さんを始めることにしたの。惣菜も並べて、場所はおじさんが都合してくれることになったから。父は長年保健師をしていた母と二人で地元で弁当屋の開業を決めた。料理人としてのスキルと働きたい気持ちを満たせる場所を自分で作り上げることにしたのだ。父の能力は私もよく知っていた。勉強熱心、とにかく器用で綺麗好き。作り出す料理の味は身内びいきがあっても絶品だ。私も手伝っていいかな。会社での自分に不満があったというのもない。先々自分がどのぐらいまで登っていけるのかも分かっていた。それでも新しいビジネスの方が面白そうだった。私は一人っ子で親の将来を気にかけてもいた。元気でもこれから確実に年を重ねる両親のそばにいられるのならば、それもそれでいいとも思った。経理とか帳簿も任せてもらえたら、一応金融機関にいたんだからね。じゃあそこは安心だな。私は両親と合流し、開店準備の時間から一緒に過ごした。店の場所は、おじがかつて雑貨屋をやっていた商店街の中。店を閉めてそのままにしていたことを悔やんでいたおじは、私たち一家の挑戦を歓迎して応援してくれた。そうして開店までは慌ただしく過ごし、無事に店を開けた。ありきたりだが、地産地消をテーマにするぞ。地のものを使う。若い人には物足りないかもしれないけど、体にいい、優しい味と量を目指してね。父は弁当屋では、かつてとは違う味と料理を追求しようとしていた。健康志向でヘルシー。野菜はふんだんに使い、ベースは和食。和食は父の専門だったが、豪華で質素ではないものというのはこれまでとは違っていた。それから地元食材を中心にというのも新たな取り組み。旅館時代は全国からよりすぐりの食材を集めて使っていた。それを大きく変え、地元の農家さんたちにも声をかけ、一から始める。材料費、全体のコストはかさんでしまうが、取り組みとしては悪くない。ヘルシーでシンプルになる料理の味付けに関しては、
保健師として活躍していた母が栄養学の知識をもとにアドバイスした。片山さんのお弁当、食べ応えがあって好評ですよ。私たちも普通のお弁当屋さんだと脂っこかったりで食べきれないから助かるんです。ありがとうございます。父にも伝えますね。そういう言葉を励みにしているので。私は弁当屋を開業してから配達業務を主に担当している。お昼時に契約先の会社や一部の個人宅を回る。その他にも特別な日のお祝い膳を注文してくれる介護施設などなど、配達先も地道に増やしてここまで来た。両親の弁当はいろんな世代に受けていた。若い人も時には体にいいものをと、ジャンクフードの箸休めに喜ぶ。若い人にも受けとるな。ないものねだりはしないと思ってたもんだけどな。世の中はそういうものじゃなかったんだよ。そうよ、長生きの時代なんだから若い頃から気をつけたいのよ。父の取り組みはしっかりとお客さんに伝わっている。マイペースに続けている SNS や店のホームページにも問い合わせは多い。家族でやっているので、全ての人を相手にできないことが心苦しいが、確実に誠実に応えることを大事にして目の前の人たちに向き合っていた。ある日、私は顧客の中でも付き合いの長い地元企業への配達に出た。両親が弁当屋を開業するや否や、昼食の弁当の契約をしたいと申し出てくれた会社だ。昼時を前に100食近い数の弁当を持っていく。会社の担当者とは顔なじみになり、他愛のない世間話もする。だがつい最近、担当者が変わったと聞いた。前担当者は引っ越しを機に退職し、新しい人が入ったと連絡をもらっていた。新担当者との対面を前に、私は少し構えていた。どうも、お世話になります。片山のものです。これからよろしくお願いします。弁当を届け、新担当者だという女性に挨拶する。牧野と名乗った若い女性は、どうもと軽く言った。よろしくお願いします。支払いとかそういうのがどうなのか後で確認させてください。そっけなく事務的なやりとり。申し訳ないが、牧野さんから仕事熱心さは感じられない。彼女はどことなく地元ではあまり見かけない雰囲気を放っていた。綺麗で軽やかでも複雑そうな色味の髪色、メイクも今時の若い女性で、ネイルも完璧。素朴さがあまりなく、私が東京で見ていた女性が目の前にいる。そんな雰囲気の人だった。新しい人、どうだった？店に戻り、母に尋ねられた。一番のお得意様の変化だけに、母も気になったのだろう。ああ、すごく若い人って感じかな。さっぱりといえばそうなんだけど、ちょっとさっぱりすぎるみたいな。牧野さんへの感想を母に正直に伝える。毎日のように向き合うのは私だから、包み隠す必要はないと思った。数日間、牧野さんとは当たり障りのない対面が続いた。しかししばらくして、牧野さんから話しかけられた。あなたの店の弁当って、なんとかならないんですか？え、なんとかって、ダサいところとか、味の薄いところとか、見た目が年寄りの弁当みたいで嫌なんですよね。自分でも食べてみての実感を込めた感想。牧野さんの言うことはそういうことだったが、表情には薄笑いが浮かんでいた。ダサいというか、素朴さって言えばいいでしょうか。うちはそれをアピールポイントにしているんです。素朴って、
それがダサいってことなんですけど。かもしれないですけど、和食中心だし、わびさびの意識もあるんですよ。ふーん、ま、知らないですけど。素材も地元産を特色にしています。作り手の思いが素材にも料理にも込められての弁当なんです。おしゃれな若い女性には何もかもが物足りないのかもしれない。率直な感想にいい気分にはなれなかったが、気を取り直して、なぜうちの弁当がそっけなく地味かを説明する。たまにはいいかなって、若い方にもヘルシーさに注目してもらえてはいるんです。よかったらじっくり食べてみてください。丁寧に売り込みを図ってみたが、逆効果だった。牧野さんは小さく吹き出しながら、ズバズバと試験を吐き出した。あなた、私より年上ですよね。だったらやっぱり、若者の言うことわからないんじゃないですか？おばさんだから。え、ちょっと。東京行ったことあります？もっと綺麗で、いわゆる映える弁当なんていくらでもあるんです。せっかくお金出すんだから、そういう映えるものが食べたいんですよね。牧野さんは笑いながら、弁当の値段についても難癖をつけた。あまりにも高すぎる。質素でダサい弁当に言われるような価値はないとバッサリ切る。個人的にけなされた悔しさと、作る側の試行錯誤と大変さも知らずに、上から物言う姿勢に私も切れかかってしまった。ですから、さっき言った通りなんです。地元産の野菜や調理工程にも手間がかかってるんです。それを申し訳ないですが、価格に乗せさせてもらってます。はいはい。その代わり、皆様にご満足いただけるものはお出ししています。ああ、はいはいはい。もういいです。私の反論も牧野さんはろくに聞かなかった。手を振り、愛想のない顔であしらう。うちはお金払って弁当は買ってるんです。っていうことは、買う買わないは自由に決めていいわけですよね。え、はい？だから、こんな弁当ならお金使いたくないんです。いいんですよ、契約を打ち切っても。でも、困るでしょ？得意げに自分の立場を振りかざし、牧野さんは私を試していた。まずいのに持ってくるから仕方なく食べてるだけなので。ふんと鼻を鳴らして余裕の笑み。それに私も我慢ならなくなり、売り言葉に買い言葉で帰ることになってしまった。でしたらそれで結構です。私はそれ以上何もせず、振り返りもせずに車に向かった。お店潰れちゃうかもだけど、いいんですか？背後から牧野さんの声が聞こえたが、その時には車のドアに手をかけていた。当然、引き返すつもりもなく、店に戻ってからは、母を相手に全てをぶちまけた。大事なお客さんを振ったのは申し訳ない。ごめんなさい。でもね、あそこまで言われて商売する気になれない。全てをまくし立てる私に、母は時々うなずいた。何も知らない人に、うちの弁当がどうこう言われる筋合いはない。そうよね。同じ業界の人に言われるのは勉強。でも、お客さんでもそもそも弁当が気に食わない人に、ああしろこうしろ言われるのは、クレームと同じだわ。若い人には響かないかもしれないけどね。うちの弁当にもポリシーはあるからね。そう、そこなの。どういう思いがあってっていうのもちゃんと説明したけどさ、自分の考えるおしゃれが大事なの。あの人には。ま、先々を考えて、少し若者向けも用意していきたいところだけど。わかるんだけどね。でも、もっと地道に考えてさ。そうね。ただ、本当にごめんね。大事なお得意様だったんだけど、あんな感じで飛び出てきちゃって。もう、
いいのいいの、切り替えましょうね。少なからず大人げなかった自分を不甲斐なく思う私に、母は明るく答えた。仕事はあって、お客さんはまだまだいる。一つのつまずきにとらわれるよりも、次の仕事に向かうのが先。週末の飛び込みの依頼や、冠婚葬祭の仕出し、店頭も忙しく、次第に嫌な気持ちも薄れていく。リセットにはある意味でいい時間を過ごしている中、思わぬ訪問者が現れた。失礼します。お忙しいところを申し訳ない。見覚えのある気がする中年男性が、店先に顔を見せ、私は会釈をする。ああ、こんにちは。いらっしゃいませ。この人は誰だろうかと、中年男性の顔を見て記憶を探る。すると男性の後ろから、牧野さんが姿を見せた。牧野さん？牧野さんは私の顔を見ると目をそらした。不満そうに下を向き、同行しているのであろう男性からも微妙な距離をとっている。ああ、どうも、ご無沙汰しております。ああ、いえ、こちらこそ。この度は手前どもの社員が大変な失礼を。私が牧野さんに焦点を合わせている間に、母が男性と言葉を交わす。すみません。こちらもわざわざご連絡するほどでもないかと思ったんですけどね。いや、とんでもない。あんなことを見過ごしてしまっていたとしたら、私は会社を束ねる者として、不覚以外の何者でもありませんから。話を聞いているうちに、中年男性が牧野さんの勤め先、つまりはお得意様の会社の社長だと分かった。母は私からお得意様相手に何があったか聞いて電話を入れていたらしい。気にしていないようでも、母もそれなりに怒りを覚えたのだろう。私は弁当を用意するのであれば、健康的であればと思いまして、弁当となるとどうしても揚げ物や茶色いものが多くなりますからね。得意先の社長は、社員の健康を考えてうちの弁当を選んでいた。社員を抱え管理する身としては、健康診断に引っかからない社員が多い方がありがたい。私にはそんな気持ちが汲み取れた。そうしたら、長年お世話になっていた片山さんがお店を始めると、ご相談させてもらったら、私が考える理想の弁当を作っていらした。そういえばと、私はここで思い出した。得意先の社長とうちの母は、高校の同期生で、社会人になってからは地域のイベントや健康関連の取り組みで仕事をしていたのだ。長年の知り合いのよしみで、うちの超お得意様になってくれた。社長の会社との経緯はそんなところだったが、初耳だったらしい牧野さんは社長の話に目を丸くしていた。牧野さんの発言は彼女が思っていたことです。自分には昼食の注文先を選ぶ権限があると勘違いして。え？社長？いいかね。昼食の注文先は私や総務が取り決めている。君は責任持って片山さんに接して、届けられた弁当を管理して、容器をお返しするのが仕事。そんなはず、私だって。何が言いたい？君が注文先を変えて、契約まで結ぶつもりなのか？そのぐらいだったら。そのぐらいと、勝手なことを言うな。どのお店と契約するにも、しっかりと礼を尽くさなければ、長いお付き合いになるんだからな。社長は牧野さんの権限を本人に言い聞かせた。前任者はベテランで、総務の経験者だから、すべてを任せた部分もあった。しかし、若手で入社間もない牧野さんには、一つずつ小さな仕事を覚えてもらいたい。それだから、弁当の受け取りと管理を含めた窓口業務を任せた。その意味を君はわからないんだな。
そんなこと言われても。もう少し態度というものを考えなさい。自分たちのために何かをしてくれる人がいる意味、そして会社同士の付き合いがどういうものか。だからどうすればいいんですか？まずは自分の言動を謝罪しようとは思わないのか？社長の声が荒くなり、牧野さんの顔から血の気が引く。今の今まで自分は悪くないという素振りさえ見せていた牧野さんも何かを悟ったらしい。どう考えても社長がうちに出向くと言った時点で何かに気づくべきだと思ったが、私は何も言わずにこらえた。申し訳ありませんでした。何も考えずに言いたいことを言ってしまいました。そうでしょうね。でもさすがに何か分かったんですね。最後に牧野さんに皮肉をぶつけた。彼女はハッとしながら身を縮めて頭を下げた。私たちもこれ以上は何も、今後どうするかも社長にお任せします。母は牧野さんにそう告げて、すべての判断を長年の知人である社長に託した。会社の皆様の言葉ではないというのは分かりましたので、私たちはこれからも店を続けていくだけです。ぜひこれまで通りお願いできますでしょうか。私が社員のためにいいものをというのは変わりませんので。社長は最後に牧野さんよりも深く頭を下げた。それを見て牧野さんの頭も下がっていったが、社長の後追いのその姿に何とも言えなくなった。彼女はつくづく自分のしたことが分かっていないのだろう。社長の登場で弁当の配達は再開となった。後ほど容器の回収に参りますので。新しい担当者はにこやかに対応して世間話もしてくれる。その反面、前担当者となった牧野さんは社内でも最も仕事量が多い部署に回されているそうだ。一度その姿を見かけたが、以前の華やかな雰囲気が消え去っていた。厳しい上司に一から教育されながら働いているようだが、表情は疲れて無然としていた。私はこれからも変わらずに仕事をしていく。弁当を待ってくれている人たちはありがたいことにたくさんいる。両親を支えながらこれからも頑張っていきたい。